どうも、大悟です。というわけで今回ですね、相手がイエスと言ってしまうですね、てか相手が思わずイエスと言ってしまうタイミング5選ということでね、お送りしたいと思います。感謝した後30分間は人間は他人のお願い事を聞きやすくなると、皆さんが感謝の対象じゃなくてもいいです。相手に何かお願い事があるんだったら食後30分後あたりを狙うと一番良いです。相手がコーヒーを飲んでる時に説得をするとですね、相手がその説得をちゃんと聞いてくれて OK を出してくれる確率が2倍くらいまで上がるんじゃない。仕事終了直前と週末の夕方、いい香りがしてるところでお願いした場合の方が小銭を恵んでくれる確率が高かったと。相手にお願いをする時にはそれは未来のお願い事なんだと。やっぱりね、人間ってコミュニケーションするときもそうですし、皆さんが仕事をするときもそうですし、まあ誰か何かお願いしたりとかするときも全く同じなんですが、そういうときってですね、やっぱりどうしてもイエスと言ってほしいってときってありますよね。てかどうせお願いするならイエスと言ってほしいし、自分が何か相手に提案したりとか、何か話をするときも、なるべく相手がイエスと言ってくれやすい雰囲気、まあつまり自分の意見に対して肯定的な状態のときにですね、話しかけた方が、まあ関係も良くなるし、商品も売れるし、いいことばっかりいいじゃないですか。当たり前ですが。で、こういうふうに相手がイエスと言いやすいですね、タイミングっていうのをですね、見極めておけば、おそらく皆様今日一日中、あるいはこれ以降の人生で、かなりですね、得をするんではないか。ということで今日はですね、非常に簡単な、まあ、特に説得のテクニックとかを使うまでもなく、相手がイエスと言いやすいタイミングですね、状況が人間の首を縦に振ってくれるので、この方法を今日はご紹介したいと思います。相手がですね、イエスと言いやすいタイミング、まず一つ目、相手が誰かに、あ、本当ありがとう、助かったよっていう風に言ってる、この、相手が誰かに感謝したタイミング、このタイミングでその人にお願い事をしましょうと。感謝した後ですね、30分間は人間は他人のお願い事を聞きやすくなるということが研究で判明しているんですね。で、これは皆さんが感謝の対象じゃなくてもいいです。相手が他の誰かに対して感謝の気持ちを持っていると、人間っていいことがあって、あ、すごい嬉しかったな、感謝だなっていうふうに思いますよね。で、この感謝だなっていうこと、感謝の念を抱いて言い始めてから30分間というのはですね、なぜか他人のですね、ほんと全然全く関係ないですの、感謝の対象になってる人と全く関係ない人の頼み事とかお願いも聞きやすくなるということがですね、分かってるんですよ。誰かに感謝された直後とかですね、人間とお願いを聞きやすくなっちゃうんですよね。で、これに関してはですね、結構いろんな亜種というかテクニックが使えます。例えばよくね、イエスマンで困るって人、相手にお願いされるとどうしても自分は断れないから、相手お願いと聞いてしまうんだという人いると思うんですけど、こういう方もですね、全くですね、同じ理屈でですね、相手にお願い事を通すことができるんですね。つまりですね、普通僕らは相手にお願いしたら相手感謝していますよね。おー、ありがとう、じゃあ頼むねっていうふうに言ってくる人いると思うんですが、この時に頼み事をされたらやり返してみてください。相手に頼み事をされたら、相手が頼んできたことよりもめんどくさいこと、あるいは若干手間のかかること、あ、じゃあごめん、俺もお願いしていいかなっていうふうに聞くわけですよ。で、こうすると相手がイエスって言ってくれる確率は上がるわけですね。なぜかっていうと、相手がお願いをしてきて、皆さんが、いいよいいよやっとくよって言ったら、相手が、ありがとうって言うじゃないですか。相手がありがとうって言った瞬間、つまり感謝の念を感じてる瞬間にお願い事をすると、相手は断れなくなっちゃうんですよね。っていうのがですね、この、感謝した後30分間を狙って相手にお願い事をすると、イエスと言ってもらいやすくなるよっていうのが一つ目のポイントになります。続いて二つ目のポイントですね。二つ目のポイントはですね、食後30分後です。これはですね、様々な先行研究が出てるので、まあちょっといちいち全部上げていくと大変なことになるんですが、例えば、刑務所のですね、いわゆる仮釈放を決める審査官がいるんですね。で、この審査官を対象にした面白い実験で、その審査官が、ランチを食べる直前と、ランチを食べたランチ休憩の直後、どっちの方が、いわゆる仮釈放の申請にですね、反抗する、つまり、OK ですよって、このまま囚人はまあいいだろうと。ねえねえ、そこ丸くないから、仮釈放っていうふうに決める。その診断をですね、下すんで、判断を下すんですけれども、この判断を下すときに、ご飯を食べる直前、つまりお腹が空いてるときと、ご飯を食べた後、つまりお腹がいっぱいになってるとき、どっちの方が仮釈放してくれる確率が上がるのかってことを調べて研究に言うと、なんですね、なんと6倍から8倍も、食後の方が仮釈放が通る可能性が高かったんですよね。で、これどういうことかっていうと、人間ってね、まあ、血糖値がアップすることによって、判断能力上がるんですよ。で、仮釈放の場合、相手から相手からお願い事もそうなんですけど、普通は、決断力がないと、ちょっと後回しでいいかなとか、後にしようかなとか、ちょっとそれもめんどくさいなとか考えて先延ばししてしまうんですね。ところが、これ血糖値が上がってる時ってのは気分も良くなってるし、判断能力もある程度上がってるので、相手が言われたことを OK してしまう確率が上がるんですよね。だから皆さんも相手に何かお願い事があるんだったら、食後30分後あたりを狙うと一番、良いです。だから例えば一緒にランチを食べて、ランチが終わった頃にお願いをしてみるとか、そうなんかもいいでしょうし、相手がランチから帰ってきた時にお願いをすると、昼休みの前に
お願いするんじゃなくて、昼休み終わる直前ですね、に相手にですね、仕事をお願いするということをすると通りやすくなるということが分かっております。ぜひ試してみてください。二つ目のポイントはですね、食後30分後ですね。ちなみに一緒にご飯を食べると、ランチョン効果といってですね、相手を説得できる確率が上がってくるので、これもですね、合わせて使ってみるといいかもしれません。続いて3つ目です。コーヒーを飲んでいる時です。相手がコーヒーを飲んでる時にですね、説得をするとですね、相手がその説得をちゃんと聞いてくれて OK を出してくれる確率が2倍ぐらいまで、上がるんじゃないっていう研究とかが出てるんですよね。で、これは何かっていうと、カフェインによってですね、人間の脳が明晰になってるんで、頭脳が明晰になってるんで、こちらのですね、話に集中してくれて、ちゃんと聞いてくれるから OK をするというですね、のもあるんですが、純粋にいい香り、コーヒーのいい香りがしますので、いい香りに包まれてる時って、人間ってイエスと言いやすくなるってことが分かってるんで、でそういう風にですね、コーヒーを飲んでる相手を狙ってお願いしてみるなんてのも、心理学的にはいい方法になりますね。ちなみにショッピングモールとかで行われた実験だとですね、コーヒーショップの前ですいません小銭くれませんかってね、通行人にお願いした場合と、全然そこら辺の関係ない道ですいません小銭くれませんかってお願いした場合を比べるとですね、コーヒーショップの前でお願いした場合の方はですね、コーヒーショップの前でお願いした場合の方が、要するにまあコーヒーのね香りがね、いい香りがしているところでお願いした場合の方が小銭を恵んでくれる確率が高かったという研究とかも出てるので、コーヒーを飲んでる相手またはコーヒーの香りみたいなですね、いい香りに包まれてる相手を狙うというのはですね、非常にいいテクニックの一つになりますので、ぜひやってみてください。というわけで、じゃあ4つ目ですね、相手が言いやすくなる、タイミング、4つ目はですね、仕事終了直前と週末の夕方です。これどういうことかというと、僕らって元気な生き物で、あ、もうすぐ仕事が終わる、解放されるっていう風に思うとですね、急に気分が良くなるんですよ。で、気分が良くなると人間って判断が甘くなって、いろんなものをですね、買っちゃったりとか、気前が良くなるんですよ。人間で気分がいい人ってのは気前が良くなるので当たり前なんですけれども、だから気分がいい時に買い物すると買いすぎるんで、皆さん通販するときはですね、気分がいい時はやめといた方がいいですよ。はい。まあそれを置いといて、仕事がですね、例えば1日の中だったら仕事が終わる直前ですね、要するに夕方とかになってきて、あ、仕事終わるってなってる時の方が、実はね、他人からのお願い事にイエスと、答えやすくなっちゃうんですよ。気前が良くなってしまうんで。で、同様に、週末ですね、金曜日の夜じゃないですけど、こういう時もですね、相手からのお願いをイエスと、言いやすく、なるということが分かっております。まあ気分がいいのでね、ポジティブになってくるので、だからそういう気分がいい相手を狙うんだったら、業務終了の直前、または週末の夕方がいいと思います。で、ここでポイントがですね、その日のうちにやらなくちゃいけないことを業務の、終わる直前に言うとですね、いや俺今から帰ろうとしてんだけどそんなことお願いされてもってなっちゃうので、あ、先輩そういえばね、今週中にこれお願いしたいんですけどいいですかって風にですね、業務が終わる直前に全然急ぎではないんで今日の休みですけどっていう言葉を添えながら言ってあげると、イエスという確率はより高くなりますので、ぜひですね、やってみてください。その日に終わらせなくちゃいけないことが滑り込みにならないことを、業務の終了、間近または週末の夕方とかにですねお願いすると、いうことはいいテクニックになりますので、ぜひ、やってみてください。続いて最後5つ目のポイントですね。5つ目のポイントはですね、これ未来のお願いをすると、いうとき、こういうときは人間は気前が良くなってイエスと言いやすくなるよってことが分かっております。どういうことかというとですね、人間って面白い生き物でですね、例えば今週ちょっと時間あるって言われると、いやちょっと今週はバタバタして忙しいから無理かなってなるんですけど、例えば再来月さちょっと飲みに行かないって時間あるって言われると、再来月はまあ、再来月なら別にいいよ、行こう行こう、何時がいいっていう風に言っちゃうっていうの、これ当たり前の気がするんですけど、僕らってどうせ忙しいんですよね。ここがポイントなんですよ。人間ってね、未来のですねに対する想像能力が非常に低いので、今日忙しいというか今週忙しかったら多分来週もある程度忙しいんですよ。で、来月あるいは再来月も多分忙しいんですよ。同じように時間はないはずなんですよ。そんなにね、宝くじが当たるわけじゃないんだから、人生がね大逆転するわけないので、変わらないように忙しいはずなのにもかかわらず、未来の判断になってくると、僕らって判断が甘くなるんですよね。だから僕らは未来先のお願いをされると、思わずイエスと言ってしまいやすくなるというのが性質として、あるんですよね。で、実際にこれは、寄付で、行われた実験とかでも判明してるんですが、事前段々にね、寄付するプロジェクトがありますと、寄付してくれませんか、いくら寄付してくれますかってのを聞くっていう実験なんですが、今月から寄付が始まります、いくら寄付してくれますか、毎月その額がその、ね、事前段々にね振り込まれますと、いうふうな寄付のお願いの仕方をした場合と、3ヶ月後から、あなたの口座から寄付が行われますと、毎月いくらね寄付されますかというふうにですね聞くという実験を行うと、今月から寄付が始まるって言われたグループよりも、3ヶ月後から寄付が始まるというふうにですね言われたグループの方が、より大きい金額をですね寄付金額に当てちゃうんですよ。面白いですよね。つまり例えば今月からだったら、まあ、月1000円ぐらいかなっていうふうに思う人が、3ヶ月後スタートだったらなぜか1500円とか2000円とか寄付に回しちゃうんですよ。面白いですよね。つまり人間は今月はなんか入り用で物があったりとか、お金
金がなかったりとかってなるんだけど、ちょっと先になると、その自分がお金がなくて困ってるとか、自分の生活もねとか欲しいものがあるとかうんぬんっていうことがあんまり頭に思い浮かばないんでしょうね。でこれで気前よくなっちゃって、で先の頼み事っていうのに対しては人間は気前よくなっちゃうんですよ。だから相手にお願いをするときには、それは未来のお願い事なんだと。まだ今すぐじゃなくて、今月ですらなくて来月なんですけどとか、ね、2ヶ月後なんですけどとか、夏になったらなんですけどみたいな、まあ、例えば今だったら冬になったらなんですけどみたいな、そういうですね、あの距離を置いたお願い事をしておくと、相手がイエスと言ってくれる確率が非常に高くなるので、そういった使い方もできますね。というわけで未来のお願い事をするときも相手がイエスと言いやすくなるよということをですね、ぜひ覚えておいてください。この5つのポイントが相手がですねイエスと言いやすくなるですね、ポイントになってきますね。ぜひ、試してみてください。